お疲れ様です吉田さん山口陸すごいですね。えー、やっぱりねあの、どんなものを見て育ってきたのか、何を見て目標に向かっていくのか、まあ、これがね、かなり違うんじゃないかなと。人にはまあ先入観というのがありますけども、そこに大きく違いが出てくるような気がしますね。まあ、例えば特攻隊の皆さん、うんまあ、生まれて 戦争というものが身近にあって、例えば二十歳前後で特攻された方っていうのは、多分ね、十四五で戦争に日本っていう国が突入してね、それからいろいろと考えることとか進路とか新聞とか情報とか教育とかっていうのが、まあ、戦争に傾いていったと思うんですよ。で 自分の将来はっていうと選択肢は学者になることでもなく会社員になることでもなく立派な軍人になることが一つのアイデンティティというふうになってまあ周りの友達や家族親戚もやっぱり戦争に勝つために立派な軍人になることがアイデンティティだったりまあ日本は絶対に負けない神の国っていうふうに 風潮されていたりだんだんそういう気持ちになってくるのかなとそして同時にそんなわけないよねっていうふうに思っていてもそれが表現しにくいようなね形になっていったのかなと思うんですよねで一人前に認められるためにはって考えた時にまあ飛行機ぐらいは運転できないとなとかね船ぐらいには乗っとかないとなとかね なんかその全ての能力が戦争に役立つかどうかっていうところも傾きをねね、えー、増していいたんんではないかなかと思うんですよ、ねまあ、その中にもこの進路でいいんだろうかとか、うん、その他の選択肢を自分は持っているんだけどなっていうのは葛藤があったと思いますけどね。でそういうふうにだん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 自分の人生がどう人生 戦争に役立つかっていうアイデンティティを持つのと同じようにやっぱりね20代で、まあ、ネットビジネスみたいなことに触れて商品を自分で作ってそこに大きな金額ね1000円でも2000円でもなく10万20万っていう金額をつけてそれが売れていくことによって、まあ、自分の稼ぎの先入観ってのができていったとすると やっぱりね、時給発想、月給発想っていうもんではなくって、自分の求める売り上げに向かって、商品単価をつけていって、そのために集客をしたり、マーケットを選定したりね、海外に向けたりとかっていうのはあるのかなと思いましたね。うんまあ、楽しみですね、吉先生ね、うん、実際にお会いになるっていうのは、なんかお互いに感じるものがあるんじゃないかなと思います。ままた報告待ってますそれじゃあ